違いますね。すごいです。あれ、もしかして王都の方々は大家族なんですか？違うと思うけど。サンルメオ中央通りということは、通りに住む人は全員サンルメオさんですよね。島はすんでいる人の名前がそのまま場所の名前になるので。 違うんですか？ごめんなさい。変なことを言ってしまって。ユーファ、お兄様、彼に外のことを教わっていたんです。世間知らずのままじゃ皆さんに迷惑だと思って。外での気分は不安かい？少し。 ダメですね。自分で決めたことなのに。不安なのが当たり前だ。そうだ、無理もない。私だって島を出た時は足がすくんだ。お兄様が？誰だって知らない道を行くのは怖さ。それは自らの力を正しく理解していないから。 ユーファにも時が来たのかもしれないな。丸の場の試練、ユーファは聞いたことがある。かの地には淀んだマグラで育った奇妙な怪物が、怪物は戦う者の不安を映した姿が現れ、打ち勝った者に証を与えた。かつての私もこの試練で多くの思いを、私はきっと ユーファに新しい力をもたらした。今のお前には心強い仲間がいるだろう。あそこには先人たちが蓄えた財宝や上物の武具が眠っている。だから挑むだけの価値はあるはずだ。ここを立つ前に力を試してみる。でも私に乗り越えられるでしょうか？ ユーファ、一緒に頑張ろう。あの孤島は年中悪天候に見舞われています。ですから、どんな脅威が待ち受けているか。<笑>大切な妹を無策で送り出しはしないさ。悪天候のことは一つ考えがあってね。私と彼を信じてみてはくれないか。ユーファは試練のことだけ考えている。 わかりました。もし私に未来を進む力があって証をいただけるのなら、
願ってもないことです。その意気だなら出航の前に私のところを訪ねてくれ。君たちを無事に送り届けたいからな。重要な依頼だ。不思議ですね。あなたが一緒だと思ったら勇気が湧いてきました。この試練は次なる一歩です。だから私と一緒に戦ってください。でもさ、そこ長い間ほったらかしなんでしょ。マグラの影響強くないといいけど、くれぐれも準備が怠らないようにね。行こう。あの場所へ。すごいな。そうだ。よしよし。おお、素晴らしい。よし。それが、ちょっと、どうして、
共に真実を知ろう。重要な依頼だ。またここで。くつろいで行ってくれ。何を知りたいんだい？これはね、何を知りたいんだい？
るほど。興味深い。これはね、いいか？頼んだ。もちろん。私も成長しているみたい。なるほど。興味深い。これはね、いいか？頼んだ。もちろん。なるほど。興味深い。これはね、いいか？頼んだ。もちろん。湧き上がる新たな力。おや？また来るといい。どうする？本物の神髄を見せてやる。
こにしようか。行きましょう。どこにしようか。行こう。どうする？Thank you.
どうする？では。
けど。まあ。嬉しいです。ですから。よし。こちらニューラス。凱旋者の影が長く伸び始めた頃、一行の凱旋者は燃えるような夕日が広がる地、極彩色の海へとたどり着く。よく船乗りたちの間では、海の怪物に出会った者の前にはこの世ならざる絶景が立ち現れるとささやかれる。だが詳しい様を語れる者にはなぜか出会わない。その理由を今彼らは目の前に見ていた。綺麗。いや。それにしても、おお。だけど、あら、特別よ。凱旋者は野営地に到達する。辺りに怪物の脅威の気配がないことに一行は胸をなで下ろす。また一日の終わりが近づいている。夜の時間をどのように過ごすか皆が思いを巡らせ始める。いいか。そうだな。よし。
剣士。それが秦王が決する日にまた一日近づく。何しようか。どうする。うむ。行くぞ。いらん。どうだ。水平線の先に現れたのは儀礼の地。一年を通して太陽が照りつける灼熱の孤島である。過酷な環境を生き抜く怪物たちは尋常ならざる強さを誇り、いつしか島への立ち入りは儀式的な意味を持つようになった。洞窟者ですら
恐れを抱いて近づくことのない霊廟へと、一行は心を奮い立たせながら静かに足を踏み入れるのだった。さて、よし、どうする？